エッツよ、エッツよ、お頭があんたに話があるそうだ。そうか、分かった。来たか。来いエツよ、お前に紹介したいお方がいる。ほら、アゴスティーノ・バルバリーゴ、ベネツィアの総督殿だ。次の間。はじめまして閣下、どうか以後お見知りおきを。ご兄弟の件は残念です。仕方ない、愚かにもボルジアと通じたのだ。いずれはああなる運命だったということだ。エツよ、ちょっと話があるんだ。シルビオはアルセナーレに逃げ込んだ。もう袋のネズミだ。はっ、ネズミ？むしろ虎だな。200人を超える傭兵が一緒なのだぞ。総督閣下、降伏を命じられないので。今の私はまだ正式には総督と認められておらんみでな。シルビオのこの動きで証人はさらにずれ込むだろう。奴は軍を従えているというのに。ではこちらも挙兵を。そう言うだろうと思ったよ。傭兵隊長のバルトロメオのところへ行け。シルビオとは敬遠の中だ。住処は兵隊街にある、アルセナーレの南西だ。なるほど、では会ってみるか。シルビオ・バルバリーゴ、裕福な商家の出身。父の破滅を機に政治の世界に足を踏み入れた。彼は父を殺した叔父の下で働いた。彼は実に有能だった。すぐに叔父の顧問という立場になった。一家に対するソランツ家の陰謀を暴いたのも彼だ。その対処の仕方が振るってる。シルビオは何食わぬ顔でソランツ家を祝宴に招いた。中庭では子供たちのための趣向が、そして大人は屋上に案内された。シルビオはソランツ家に乾杯し、それから弓兵に合図を送った。ソランツ家が二度とバルバリーゴに歯向かうことはなかった。10年後、シルビオは叔父の豪勢な邸宅で暮らしてた。彼の叔父の死因は不明だ。あんたバルトロメオの部下だな。何があった？彼はシルビオの弟子だが襲ってきて、隊長は地区のもっと奥にここの北だ。眠れ、安らかに。みんな揃ってますよ。よし来た。両手を後ろに縛ってたって十分すぎるほどだぜ。お前ら、俺がほらを吹いてると思ってるね。それから本当だと分からせてやるんだ。うぬけの根性です。いいタイミングだな。さて、キスしたものか引っ叩いたものか、念のために両方するか。勝手に言ってろ。お前は？俺はフィレンツェのエッツィオ・アウディトーレ。あんたを救いに来た。誰が誰を助けに駆けつけたのや。どういう意味だ？あそこだ、捕らえるんだ。ついてこい。あなただったのか？長いはまずい。まあな、もっと頭をかしわってやりたかったんだが。争いは避けるべきだとは思わないか？ああ、怖いのか？いや、だが敵がこちらの100倍もいるのでは少し分が悪いだろう。でかいのに注意しろ。ダンテってやつだ。ほとんどのやつはただの役立たずだが、こいつは厄介だぞ。好きにしな、やさ男。自由か。やっぱりいいもんだな。シルビオはあんたのアジトを襲撃する気だ。備えておいた方がいい。備え？この俺の用心深さを侮ってもらっちゃ困るぜ。こっちだ。貴様、命が惜しかったら降伏するんだな。おけが、自由のない人生に何の意味があるって言うんだ。え？檻に戻った方がまだマシってもんだ。なら地獄に落ちるがいい。殺せ。行こう。面白くなってきてやがった。行こう。うざったい連中だな。ビアンカ、傷ついてないか？ビアンカ、ビアンカ。おい、大丈夫か？寝ぼけてんのか？このありさまを見ろ。ああ、ビアンカ、あいつに何かあったら。ああ、よかった、無事だったんだな。ほら、エッツィオ、ビアンカだ。ビアンカ、エッツィオだ。なるほど。さて、どうしてここへ来たのかをまだ聞いていなかったな。何を隠そう、シルビオの件なんだ。力を借りたい。ああ、よし、もちろんだ。心強い言葉だが、2人だけでは、3人だけでは奴と戦えないぞ。何せ軍を率いているんだ。部下たちに戦闘の準備を整えさせよう。その間にお前は奴らの襲撃で捕虜になった連中を救い出してきてくれないか？ほったらかしにしちゃ両親が痛むからな。了解だ。すぐに取り掛かるとしよう。幸運を祈っているぞ。生活必需品とみなされない輸入品には課税をすることとなる。最悪だ。いたぞ。あんたのおかげで助かったよ。一緒に戦わせてくれないか？よければだが。行こう。持ちこたえろ。離れるな。少しの間だけ我慢してほしい。仕事が遅いと言って行こう。あんたに主のご加護。頑張れよ。一緒に戦うぜ。指揮を頼む。こっちだ。ここにいろ。ついてこい。間後にサタノ級の前で仮面舞踏会が催される。しっかりしろ。生きるのはダンドロ様ご本人とのことだ。僕にまで知ってるよ。多分もしかすると伝承箱で自由に必要に早く！荒っぽいの苦手なんだね。死ぬ覚悟をするんだ。待て。いいかより町の方で釣った魚は食べないように出されている。善良な市民の求めとしてこの計画を全て。法は関係ないからな。逃げるぞ。誰だ。どこで見たんだ。それじゃ捕まえろ。加勢するぜ。バルバリーゴに目に物を見せてやる。よーエッツよ、戻ってきたか。よくやった。おかげで俺の傭兵団は元通りだ。どれだけの過ちをしでかしたかシルビオに思い知らせてやろうぜ。でどうするんだ。アルセナーレに直接攻撃か。いや、それだと被害がでかすぎる。俺にいい考えがあるんだ。俺の部下を付近一帯に配置してきてくれ。騒ぎを起こさせシルビオの兵隊を分散させるんだ。その隙に俺がアルセナールに忍び込んで奴を仕留める寸法か。そうだ、邪魔されずに済むぞ。餌に食いつくかな。食いつくさ、きっとな。集合。待て。あいつは離れていた。あそこだ、捕まえろ。ここで合図を待て。了解した。行こう。聖女のひげにかけて。じゃあしらどうだい。職人の仕事に特定の基準が設けられた。詳細はギルドに。わたけによらないな。あんたにマリアの子かご。ここにいるんだぞ。任せておけ。行こう。やった。聞く耳を持たないというわけか。助けが必要なんだろ。見た顔だ。よし、ここで待機するんだ。攻撃の時は合図してくれ。病人怪我人はこちらへ。いた。戻ったな。終わったのか？ああ、配置は完了した。よしよし、こいつを。使い方は分かっているな。付近一帯で一番高い場所によじ登ってそいつをぶっ放すんだ。その音を合図にして攻撃開始だ。了解だ。次は戦場で会おう。楽しみだぜ。バルトロメオが危険だ。戻らないとアルセナーレに。ようエツよ、助太刀はいるか？頼むぜ。おい、あたかあたか。どうだ、実に興味深かろう。こいつに殺されて名誉に思うんだな。寝言は寝てからいい。もういい、時間がない。戻ってこい、出発するぞ。エツよ、行け。あのデブを追えばシルビオがいるはずだ。兵隊どもは任せておけ。俺たちが抑えておいてやる。急げ、私たちを置いていく気だぞ。何があったんだ？どうして船が？狙いは総督の座では？目くらましだ。船が出るまでの行く先は？誰が話すものか。行き先はキプロス島だ。目的は汝、闇を恐れるなかれ。汝、闇に身を任せよ。眠れ、安らかに。やったなエツィオ。シルビオはくたばった。これで兵隊街は元通り俺たちのもんだ。これで今度こそこのベネツィアにちょいとばかりの平和と静けさが戻ってきたってわけだ。こいつは盛大に祝わないとならねえな。それは何よりだなバルトロメオ。俺は行かないと。どうにも成り行きが奇妙なことになってきたようだ。どういう意味だ？シルビオの狙いは総督の座ではなかったんだ。奴は町から出て行こうとしていた。今回のことはおとりだったんだよ。おとり？ああ、真相を突き止めないと。